お疲れちゃんです。ラットです。ということで、今回もクラッシュライドね、やっていきたいと思うんですけど、今日はですね、こちら、グローバル5位ですね。はい、世界5位に、行きました。というところで、久しぶりですね、トローこんなかったのは。で、ちなみに、ライキさんも、今ね、マルチ上がってて、あ、あれだ。ちょっと今ね、ライキさん、なんかマルチングだ。さっき、ライキさんが7485だ。85までめっちゃ上げてて、ライキさんが多分グローバル4位ぐらいだったんですよね。だから、うわー、負けたくないなと思って、マルチね、今必死に上げて、ここまでね、来たところで、あります。と言ったところで、まあ、リップ解説かな、今日は。はい、リップ解説をしようかなと思います。で、結構ね、勝ってます。で、負けたのが、このミラー対決と、あとはこの、前回のね、動画で出してる、ベンザ・リーデル戦、出戦。ぐらいなんですよね、結構。本当にこの辺も多分ほとんど負けてない。そう、負けてないですね。これデッキは違うわ。いや、そう、このデッキにしてから、負けたデッキがミラー対決と、このね、ベンザーだけっていうので、結構ね、勝率がいい。多分数えたら16勝2敗とか、18戦16勝2敗とかだったかな。というところで、まあ、この辺のリプレイ3つね。まずはこの、ボーフマックっていう、まあ、海外の、あれですね、去年リキッドでいたけど、今年は NRG の、プロチームで海外頑張ってて、もうこいつが強すぎるんですよ。こいつが強すぎて、ウエストは 2v2KOH で最後に 1v1 なんですよ。で、3セット目、最後の 1v1 絶対このボーフマック選手が出て、もうほぼ格でこう、初めはちょっと負けてたんですけど、後の方も全部こう、勝ってっていう、もうあの 1v1 の化け物ですね。結構海外トップ3とかに、その、誰が世界で上手いみたいな、聞かれた時にトップ3にね、結構入る、有名な選手でございますなんですけど、まあ、このデッキ、結構ね、バルーンと、まあ、バルーンかな、バルーンに相性がいいんですよね。よいしょ。で、ここも、相手が攻めてきたんですけど、このボムタワーからのトルネード、これですね。バルーンに対してはロケットとトルネードがあって、この施設プラストルネードでね、トルネードで、ノーダメ。言ったらね、バルーンノーダメで元気度できるっていうので、もうこれがね、ちょっと強すぎんかというところで、まあ、ボムタワーがね、バルーンに対しては特に何もできないんですけど、まあ、誘導できるっていうところでね、いい味を出してますね。まあ、あとは、ウォールブレイカーを飛ばすタイミングですね。結構、他の動画でも言ったことあるかもしれないんですけど、ウォールブレイカー2コスだから、端前ポーンってね、単体で飛ばす人多いと思うんですけど、僕、それはあんまやんないんですよね。このほぼ、なんか、もったいないって感じなんですよね。僕のケチ精神、ケチ魂が、結構もったいないって感じなんで、今のもね、ボーラーだけでこう、転がされて、処理されてたんで、ディガーをね、やっぱこう、結構僕としてはほぼ角でつけてますね。なんで、相手がもしザップとか裂いた後でも結構単体ではあんま飛ばさないようにしてますね。なんかユニットを出してきてもやっぱダメージを通したいっていうのがあって、まあそれでここまで来てるんで結構いいんじゃないかなとは思いますね。なんでここも多分、はい、こうディガープラスで攻めますね。よいしょ。で、まあ過剰にね、結構防衛させて、それを回収していくと言ったところですね。なんでバルーンは、まあそう、結構この辺は多分ロケかな、ここは。まあ施設プラストルネでもいけますし、こうね、困った時にはロケットで削ることもできますね。で、まあこうね、ロケットをこう防衛で使うと逆にね、相手のユニットが溜まっちゃうっていうので、難しいところであるんですけど、このね、相手が多分ユニットをまたこう溜めてくるんですよね、これ。これをしっかりね、防衛できれば勝ちですね。なんでここは、ワンチャン防衛ロケ回すかな？あ、あれだね。対空を一回ここで攻めつつ、ボーラーさえ処理してしまえば、この対空を多分、そう、バルキリーで逆サイに持っていこうとしたんだけど、こミリ残りがね、暴れてる。これね、結構やばいっすよ。結構やばい。絵的にはもう負けただろっていうところなんですけど、今相手がね、フリーズせずに、インドラ追加したことがね、ちょっと助かりましたね。で、相手のね、後衛とかも、ボムタワーの爆破ですね。意外と活躍するのがボムタワーの爆破で、今の相手のね、空とかにもボムタワーの爆破で、まあ、勝てたっていうのがね、結構ありますね。なんで、まあ、ボムタワー置いとけばなんとかなる環境ではありますね。エリゴレとかも多いですし。はい、というところで、まあ、エリゴレもね、結構、
同じ。粉デッキも増えてるんですよ、バルーン。バルーンも増えてて、それに勝てるからね、結構上がりやすかったですね。はい。で、まあ、あとはエリゴレですかね。エリゴレスパーキー。まあ、エリゴレスパーキーも、エリゴレに対して、ボムタワー置いて、まあ、あとは、スパーキーのロケットを、打たずにね、サボって楽して処理しようとしたら、多分、ね、事故っちゃうので、ほぼ確実にね、出されたらロケット打って、まあ、ディガーでチクチク削る感じだと思いますね。で、このゴブリンは様子見で、トリトン、早っ。当たったのかな？よいしょ。様子見でゴブリン飛ばして、相手がなんか裂いたので、それで逆サイン今攻めましたね。で、このスパーキーはさすがにね、ダックリーじゃねえわ。バレキンでいいかなっていうところですね。で、まあ、ここのトリトンを、まあ、このね、こういうところですね、大事です。序盤、ゴボウリとか、相手が置いたゴブリンが流れてきたりすることもあると思うんですけど、そういったゴブリンとかね、今のトリトンとかを、ちゃんとね、トリネリキン起動するっていうのがね、すごい大事になってきます。はい。っていうところでも、こっからはね、普通になんか守って、リガー、オールブレイカー飛ばしての繰り返しだと思いますね。で、ダクネがアイスウィズに行きそうだったので、ゴブリンで内側に寄せて、結構ね、このボムタワーで処理します。よいしょ。で、ここは、今多分相手がコストないよね、というか、このディガーウォールブレイカーを完封できないよねっていうね、攻めだったんですけど、いい防衛されちゃいましたね。まあそうですね、はい、ここは特にもうイチャイチャが続いて、あとそのままずっとディガーウォールブレイカー繰り返すといいかな。守ってオールブレイカー。で、こういうゴブリンでね、削ったりもします。はい。というところで、韓国から帰省して1日が経ったんですけど、まあ1日経って得られた成果っていうものがですね、まあたくさん寝れた、まあ、たくさん寝れたっていうのと、またコンビニ弁当を食べたくらいですね、本当はね、外食したかったんですけど、牛タンをね、その当日食ったんですけど、僕の大好きなケンタッキーとか、ラーメン、つけ麺か。つけ麺僕めっちゃ好きで、つけ麺とかも食べたかったんですけど、とか、焼肉も行きたかったんですけど、ちょっとね、寝てばっかで何もできませんでしたね。まあ初日だったんで、しょうがないかもしれないんですけど、あとは、はみられましたね。はみられた、はぶられた。はい。これマジで結構、泣きたいことなんですけど、もうみんなね、ライキさんと、イケツバと、テンゴとか、もうみんなで遊んでんの。多分皆さんね、思ってくれた方いるかな？あれ、ラット遊んでないの？みたいな。結構、遊んでたりするんですけど、はみられましたね、いよいよ。これはね、事件ですよ、本当に。マジで。この、遊び、ね。ね。っていう、これ、まあ、なんでかっていうと、まあ、誘われたんですよね。実は誘われてたんですけど、僕寝てたって言ったじゃないですか。だから、寝てたんですよ。お昼ですね、お昼。帰った日の夜に結構早く寝て、まあ、12時ぐらい寝たのかな、普通に。で、朝8時半ぐらいに起きたんですよね。で、健康体で朝8時半ぐらいに起きて、でもやっぱ疲れがあったから、そのまま、昼まで行って、昼のね、もう3時ぐらいからかな、寝ちゃったんすよ。3時ぐらい寝て、起きたら10時で、あーやべえと思ったけど、まあいいやと思いつつ、LINE をこう開くじゃないですかね。で、開いたら、4時ぐらいにね、今日夜、ラワン行かねっていうのがね、ライキさんから来てて、あー、今から行きますって。今なんかライキさんたちも向かってるところでね、今から行きますって言ったんすけど、このね、ふとこう準備こうしようとこうするんですけど、いやー今から1時間ぐらいかかるんですよ、家から。まあ言ったら1時間でもうちょっとあるから、1時間20分かかるわけで、今から準備して、遊びたいんですけど、もう皆さんなら行きますか？久しぶりにまあみんなで遊びます。でもこう寝て起きてばっか寝てで、その起きたばっかで、1時間20分ぐらいかかります。1時間10分ぐらいかかります。僕はこう行きます、今から準備して行きますって言ったものの、いやちょっと待てよ、ちょっとめんどくさい、ちょっと今からはっていう、このね葛藤ですよ。マジで行きたいラットがいるんですけど、
ちょっとこのめんどくさがりやな僕も出てきてるっていうので、そう、ここのウォールブレイカーちょっと下手でしたね。あのバルキリーの後ろにつけとけばよかったんですけど、はい、皆さんなら行きますか。で結局僕がめんどくさいかかったんで行かずに、あのご飯も何も食べてなかったんで、そうご飯も食べてなかったんですよ。お腹空いてて、いやーお腹空いたしなと思って、結局ね、あのまた今度でお願いしますって、まあ、自分から拒否ったわけなんですけどね。はい、でコンビニ行って、まあ、お茶とその飲み物もなかったんで、お茶と三ツ矢サイダー買って、あとコンビニのあの豚肉のなんか弁当買いましたね。あのピリ辛マヨネーズみたいなのがついてる、とピリ辛唐辛子マヨネーズみたいなのついてる豚肉のなんか美味しいやつ、僕よく好きなんですけど、それを食ったぐらいですね。はい、1日目遊びたかったですけど、まあ、寝ちゃってた僕がいましたね。というところで、今ね朝まで寝ちゃったから、お昼寝、長時間のお昼寝しちゃったからもう寝れないよねっていうので、今朝までね、ゆっくり漫画見たり、まあテレビちょっとだけ見ましたけど、テレビ見たり、まあ、あとはクラロワして、はい、ゆっくりしてますね。結局なところなんですけど、日本に帰ってきてもすることがない、結局ね。そう、皆さんはね、夏休みとか冬休みとか、まあ、今学校かもしれないんですけど、何をしてるんだろうっていう、暇じゃないですか。まあ、言ったら結構部活とかがね、言ったら多いかもなんですけど、部活もしてない時ですね。まあ、教習行ったりするかな、みんな自動車の免許取ったりっていうイメージありましたけどね。僕の高校時代は友達結構出ましたけど、僕そうだから免許持ってないんですよね。免許取ろうと思ったことはあるけど、行動に移したことはまだ一回もないタイプですね。免許東京にいるとね、本当にいらないですね。すごい岡山にだから今後戻るならばいるっていう感じなんですけど、どうなるのかなというところで、はい、でも免許は多分後々になると絶対大くなるんで、皆さん高校3年生の時に取っておいた方がいいと思いますね。まあ誕生日迎えないと多分取れないかな。なんで高校卒業前に取っておくのをすごいねおすすめします。はい、って感じで、これ多分ねもうこのまま地は削りで勝ってますね。なんでまあスパーキー相手には基本的にスパーキーにロケット打つんですけど、その、まあ、若干こっちが回転速いのと、やっぱスパーキー以外にファルチだったり、まあ、そのロケット打たせるような場面があるか、まあ、ロケ打たないと削れないっていうのが結構多いんで、まあ、後半入ったらですね、前半しちゃうと良くないんですけど、後半入ったらスパーキーじゃなくて普通にね、削りでロケット打って、防衛ね、しっかり守れるならばっていうところで、削りのロケットとはありだと思いますね。前半にスパーキー以外にロケット打っちゃうと結構苦しくなっちゃうんじゃないかなと思います。というところで、ちょっとねお腹空いたんでつけ麺でも食べていきますと、はい、というところで、コンデキね前回も紹介してるんですけど、マジ結構強いよ本当に。見た目ゴミデッキなんですけど結構強いので、よければ使ってみてください。というところで、今回ねこんな感じで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では。